はい、どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回取り扱うアニメ本編をご用意いただき、一緒に再生してリアクションをしていきましょうということで、今回はスライム倒して300年、こちら見ていきたいと思います。今回が9話ですね、見ていきたいと思います。ではカウントダウンいきます。3、2、1、はい。あずさが料理当番なんだね。お、シャルシャどうした？姉さんファルファ？え？ファルファ？え？なんで？スライムになっちゃってる。なるほど。ああ、ファルファだね。あれ？スライムになっちゃった。なんだろう。なんか魔力が弱った的なあれかな。しかも喋れないんだね。もうあの姿になっちゃうと。ただあずさが言ってたことは認識してたから、一応言葉はわかるんだよね。記憶も多分そのまんまなんだろうけど、どうなってんだろう。まああれはあれで可愛いけど。ただまあ声は聞きたいっていうところがあるから。あと前回出てきたバーニア、最後の最後に出てきた、最後の最後っていうか後半パートかに出てきたバーニアは今後出てくるのかな。あの子も結局キャラ的に可愛かったけどね。あとフラットルってやっぱ自分この作品の中でフラットルって一番好きかな。あのおてんばな感じのところがいいっすね。見た目も好きだし、フラットルって。あと一人だけ出てきてないと思うんだよな。オープニングにピンクの髪の女の子がいたと思うんだけど、スライムから戻れなくなったっていうタイトルだったんだ。じゃあそのまんまもうタイトル回収冒頭からこの中では知ってる人いなさそうだね。やっぱベルゼブブじゃない。ああ、そうか。大丈夫、ちゃんと呼べる？もう水の音でわかるわ。ベルゼブブも可愛がってたからね。パン。お、スライムいるの？賢いスライムってそのまんまの名前なの。うん。や
やもう最強だからねここ二人。あ、ライカも行くんだね。まあそりゃそうか。パン食べてるよ。あ、来た魔王。え？こんな物置にいるの？ああ、下に。賢いね。トムリアナ州の別のスライムがいるの？ケンスラ？あ、ケンスラ、ケンスラっていいの？食べてる食べてる。大丈夫だよ。そうなの？あ、やっぱ変幻とか使えるんじゃん。マースラさん、どっち？
寝違え、はあ、はあはあ、また違うスライムいるの？はあ。お、いいね。まあ確かに。ぶっすら。ああ、スライムプリン。そうね、あ、ベルゼブブか、変装してんのか、ベルゼ確かに、もう一回転がちゃんとした武道大会だね。いや強いよ、あずさ。いやいや、どんどん上がってくね。あ、ベルゼ。そうだね。ブスラーさんね。あれブスラーさん？かわいい。あら、ここ二人？ああ。いやいや。まあでも、まあ確かにね。逆にベルゼブブに任せた方がいいかもしれないね。あ。お、ここに来て、お、マジで、いや、ここで見れると思わなかったな。復活してる、もう復活してる。いやー、よかったね。あ、そうなの？よし。いやー、これは見たかった。うん、そうだね。おー、
あれ、いいの？角出しちゃって。おお。おしゃれ、おしゃれになってる。そうだね。なるほど。ああ、そうかそうか。いやいやいや。ああ、いいね。これだよ。こういうのが見たかったんだよ。訓練してたんだね。仕事はちゃんとやるんだね。あー、やっぱりちょっとあずさの方が強いかな。決まったかな。やっぱりあずさんの方が強かったか。まさかの。めちゃめちゃ目立っちゃったね。ブスラーさん。
だろう。お、いやいや、だってベルゼブブに一撃で負けちゃったじゃん。なになになにそれ。やっぱスライムにはわかるんだね。ベルゼさん。あ、確かに。いやー、母親レベルね。いやー、いいねー。うん、あれ、ちょっと待って、エンディング止まったんだけどちょっと待って、エンディング止まったんだけど、もうなんて、まあエンディングトーク入りますけどいやー、でもベルゼブブとアズサはやっぱりアズサの方が強かったですね。もう同じぐらいかなとは思ってたんだけど、やっぱり差がついたか。まあ娘の応援の力っていうのはあったけど、でも面白かった。ブスラーさんと、あとマースラさん、また出てきてほしいな。あとケンスラさんケンスラさんは人の姿にはなれないのかななれないか、真っ黒だし。はい、ということで、ちょっとエンディング止まっちゃったんで、なんかちょっと変な締めになっちゃいましたけども、また次回もですね、見ていきたいと思いますんで、一緒に見ていただければ嬉しいです。では、ここまでコネでございました。バイバイ。